中学最後の体育祭まで19日と18時間23。今年こそは団結、協調、努力の末に勝っ。市川君、奇襲やってくんね。騎馬戦の上だよ。なぜ俺？度胸もあると思ったんだけど、他は当たる。度胸はあるよ。で、全員水着で取るのは帽子じゃなくビキニの方が勝率が。そんなの勝どうでもいいだろ。そんなこと、去年の体育祭、あん時はごめんな。市川がそん時、山田ってなんかいいやつだなって思って。じゃあ行くよ、せーの、1、2。あえてこういうところに入って声だめの中でも輝いてます。大丈夫だるい。ありがとう。足立には言うなって言っただろ。ごめん。タイマー張ろうぜ。言ってやってもいい。それでもなんでか負けたくないと思う。成長期に体鍛えると身長伸びなくなる説あるしな。嫌なんだよ、おすすめが筋トレばかりになるの。ワンが理解できないじゃん。どっちにしろだろう、いつ世界が反転するかわからん。そういう時頼れるのはミーヒってどこまで。うちいろいろ道具とかあるからやってく。これは一体腹筋ローラーだろ。失礼ながら意外だが、ダイエットしない女の見た目よりきついな。よいしょ。怠慢なんてリアルで初めて聞いた。なんで受けたの？京太郎は卵焼き甘いのと好きだえ。私も頑張るね。何を？何何？美の名前蒙古タンメンだよ。彗星だよな。まあ僕としては雨天中止になっても構わんし、いやむしろ喜。正々堂々戦うことを誓います。絶対に負けんぞ、こんな奴に。借り物競争、借り物競争。カップル、ホットなカップル。やはり罠だったか。ん？ウォーミングアップか。ってこいつ変わらんな。市川に邪魔された記憶がある。雨が降ってきたため、ただいま競技の進行について中止にするしか。いいえ、まだ小雨ですし。このクソだるイベントを終わらせるのは。雨強くなってきたな。校舎入ろうよ。山田アンナが好きだ。僕のこと何も知らないくせにいいやつだなんて言うな。山田はな、僕たちなんかよりずっと大人で。だから負けるときはみっともなく負けた。本気で山田が好きだ。少し見てくか。どうしろって言うんだよ。山田のことも嫌いになれたのに。雨降っててよかったな。じゃあな。もしかして市川のお姉さん？悔しい気持ちを忘れないこと、それが前を向くために。もしよ。うん、お弁当。でけえ。あ、いかん、僕は気を使えないタイプ。まずいと確実に買う。違うよ、欲しいんじゃなくこう見てただけ。今日はかっこよかった。ナイッチ、同じクラスだったよ。え、所詮は狭い世界だし適切な距離感。え、リンちゃんと。え、いや無理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 。やれやれ、アンナっては相変わらず誰にでも距離近いよにゃ。同じクラスだった。うん、それは何。一組の欄に名前がなかったからって現実逃避を。違う。待てよ。あ、あったあった。そうだ、そうだ。ほら主任、彼は大丈夫だって言ったじゃないですか。さて、一
1年ぶりおなくら。ゆりねも一緒だよ。カラオケ行ったな。そう、なでなでなでだよ。素直にこの狭い世界を楽しもう。ちょっぴりエッチなラブコメディじゃないんだよ。あー、いいな一組。山ダンス見れたかも含めて。え、第4のこれって。そうそう、あれはね、あれ、ウォレットチェーンだよ。てかさ、否定しろ。そうだとしてもダメな。別にあんな文化祭の劇でも2人歌って踊ってもらって楽しかったな。って言ってたね。パンツは見られた側。いいよな一組は。関根も一組だ。クラスのやつから羨ましがられると気分がいいよ。こいつ性格悪いよな。上京した彼女か。他クラスに染まっていく原さんもまたいいけど。お前思ってないだろ。僕はここで。たまに一緒に帰ろうな。足立を変身変身。やっとな。へこましても意味ないから。今日は年度初めの新体操、地獄みたいな強制告白イベントを開催したという祝福音。ああ、ほら、森谷先生が言ってたろ。4月はあんまりしゃべ、うちも山田さんとあんま喋ったことないよね。お、そうだね。カンカ、サワサワ。か、じゃあじゃあ、パンダって呼ぶのはどう？何がじゃあなん？こわ。じゃあ、上の段。いつの間にか届くようになってるなーって。結構背伸びた。ま、これはまだ通過点なんで。アスリートインタビューだ。お、いつかは柱のとこに立って。待て、落書きはダメだ。それ言う。このあたり。よし。ちょっと。声変わりは終わった？え、まあ。くるん。くるん。身長のことな。ごめん。にぃ。え、びっくりした。あ、なんか落ちてる。僕はどんな席でも構わない。それよりも半沢ゆりね。私視力悪いから席変わってくれる？いいよ。早いかん。ニヤニヤするな。ね、教科書見して。ふん、嫌だね。今日は山田が早退したので全然話せなかった。バイバイ。今日仕方がない、僕から。ん？でも知ってほしいのはそんなことじゃなくて、市川のこと。その時間も距離も私にとっては特別で大…気づいてきた距離、何より大切なもの。去年の二人はなぜ別れたの？私たちは…私がいっぱい教えてあげるね。それ見抜いてたんだなって。うん、嘘はつかないで。
なんて言わない。またこんなのあげるとオタクどもがあれやこれや。こいつの感情には身に覚えがある。愛情が。なんで現地いるやつがわからないんだよ。それより今一人なんだろ。乙女座最下位だったやつ。でも私悪い結果は気にしないけん。まあ大丈夫だろ。大丈夫。おかしいよな、やっぱり。ただ無事だって確認したいだけ。うまー。さすがプロの料理人。ああ、アンナ。今ここどこだと思う？ん？ここ俺ん家です。ここ。もうなに、ユキ、そんなに寂しいの？あ、タヨミに落としちゃって回収不能になっちゃって。私、京太郎が好きです。そんなこんなで、この前作った別垢の方から。奴は安心した頃にやってくる。ああ、確かこの前。あ、今はこの人もいるし。山田、一緒に食べてもいいかな？いや、まさかカリスマモデルが。あ、小ラーメントッピングなしなんですけど。そうですよ。いかん、軽い気持ちで入るんじゃなかった。タナトスです。可愛くてかっこよくてクールで大人で完璧じゃない。山田、アンナを。しばらく見ない間に背伸びた。親戚か、ヒールだからだよ。アンナちゃん、そんな顔するんだ。やばっか。山田のプライベートな情報とか絶対あげないでくださいよ。ごめんね、携帯のこと心配かけて。いや、世の中にはさ、悪意を持って有名人を貶めたい人もいっぱいいる。私、もっと大人になりたいから。大人になりたい、かっこいい。